オトラントは、イタリアプリア州レッチェ県にある人口約5900人の基礎自治体。サレント半島東岸に位置する港町で、イタリア最東端のコムーネである。アドリア海の入り口にあたるサレント半島とアルバニアとの間の海峡は、この町の名にちなみオトラント海峡と呼ばれる。標準イタリア語以外の言語では、以下のような名を持つ。 戦闘の王にアクセントがあるためオートラントとも表記される。レッチェ県東部のコムーネで市街の南東約5キロメートルにあるパラシャ岬がイタリアの最東端である。オートラント市街は県とレッチェの南東約3 5トル州とバーリの南東約1 7 5キロメートル州とローマの東南東約5 4 0トルに位置する。東は アドリア海に面しており、海峡の対岸は、アルバニアである。オトラントは、アルバニアブロラの西南西約9 2トルギリシャケルキラの西北西約1 3 5キロメートルに、あたる。イタリア最東端の駅オトラント駅がある。隣接コムーネ古代ローマ時代には、街の谷合いに開けたハイドラスという急流が出ていて、その中から来た。 ハイドロンタムという名前で知られていた。東ローマ帝国とゴート人、その後のノルマン人、ズベビア家、アンジュシチリアやアラゴン家の統治の中心だった。1480年にはオスマン帝国に占領され、市民が大量に殺戮された。この占領にはオスマン帝国によるイタリア征服の意図があったとされるが、1481年、 スルタンメフメと二世の休止で、オスマン軍は撤退した。その後、ナポリ王国がナポレオンにより征服され、オトラントに派遣されたジョゼフ・フーシェは、オトラント公爵に民ぜられ、以降彼の子孫はこの称号を用い続けている。イタリアの最も美しい村クラブカメーコムーネである。名所としては、カテドラーレ、その中の1163年から1165年に、 かけて作られたモザイク、フリードリヒ2世に備えて強化された城、東ローマ時代のサンピエトロ教会、その側にはアレミーニコなどがある。オトラント城オトラントの港、ありがとうございます。